お疲れ様です。ガスケです。忙しい就活生の代わりに企業研究、業界研究して、この会社はこんな会社だよっていうのを紹介してます。いろんな企業さんの動画を上げてるので、入社したいなって会社見つけてほしいですね。それでは今回はシャープの紹介です。もはや台湾の企業になってしまいましたね。 日本大好きな子、俺としては結構悲しいんですけど、もともと地元は大阪の会社で、目の付けどころがシャープでしょでおなじみの家電メーカーですね。空気清浄機のプラズマクラスターとか、水だけしか使わないオーブンのヘルシオとか開発してた時は結構良かったですよね。成長性は星3つ、安定性は星2つって感じです。まだ財務健全性がこう低い感じですね。平均年収は759万円です。 まずは遠隔からですね。シャープは1912年に早川徳治さんが創業した会社です。真似される商品を作れ、真似されるから世の中進歩していくっていう思いがあった起業家ですね。で、1915年に、 シャープペン作って、シャープペンシルですね。ブレイクして、1925年にラジオ受信機を製造したと。1953年に国産テレビの第1号。1963年に太陽電池。1964年に電卓を作って成長していった会社ですね。次は2016年に起こったシャープの買収劇ですね。まあ、買収したのは、本廃精密工業っていう会社なんですけど、台湾の大企業で、 iPhone を Apple からこう依頼されて作ってるような会社ですね。で、台湾のでかい会社って、まあ、基本こういう形でやってまして、まあ、OEM ってやつなんですけど、まあ、工場だけ持って、まあ、製造専門でやってるような会社が多いですね。で、一方、シャープは、まあ、2016年当時は、ま、経営危機に陥っていたんですけど、なんで経営悪化してったかっていうと、テレビの液晶パネル、 この製品で失敗してしまったからですね。で時は2004年ですね。今から15年くらい前に遡るんですけど、えー、世界の亀山モデルとしてシャープは、三重県の亀山に4000億円使って液晶パネルの量産をスタートしたんですが、えーまあ、テレビで市場を牽引していったんですよね、当時は。で、2007年にさらに堺工場、 大阪の堺工場で4300億円使って新工場の立ち上げを経営決定して、これが結構まずかった感じなんですよね。でタイミングが結構悪くて、翌年2008年にリーマンショックが起こって、さらに当時こう、まあ、結構卑怯な感じなんですけど、韓国韓国の LG とかサムスン こちらが国の補助金を使いまくって工場を建てて液晶を作りまくって、まあ、どんどんパネルの価格が低下していって、シャープのパネルも売れなくなったみたいなそんな流れなんですよね。で税金使って工場を作るこうサムスンとかに、まあ、シャープがこう値段設定で勝てるはずないっすよね。そんで、えー、経営危機に陥って、じゃあどこが資本金出すみたいな話になった時に出てきたのが、まず日本の官民ファンドの 産業革新機構っていうところと、えー、この台湾の本廃が出てきて、で、産業革新機構はお金の金額が3000億円出す、億円出すって言ってまして、で、本廃は7000億円出すって言って、で、シャープにこうたくさんお金を貸していた、こう水穂銀行さん、UFJ 銀行さんも、こう本廃に、まあ、たくさんお金出してくれる方に乗って、台湾企業になるっていう道になったっていう感じですね。 早川徳次さんも結構残念に思ってると思うと結構胸が苦しいんですけど、まあ、そんな風に思わないんかな。わ、まあ、かんないですけど、僕としてはいずれ日本の資本に戻ってくれるといいな,いいなって勝手に思ってますけどね。次が現在の社長さんですね。蔡聖吾さんです。もちろん台湾人ですね。で右の人が本廃の創業者の郭泰明さん。まあ有名人ですけど、英語名がテリー・ゴーさんですね。こっちのが有名かな。 で、本入って、まあ、規模ではもう日立さんぐらいの規模になってるんで、まあ、1台で、そこまで躍進させた、まあ、すごい人ですね。次に、時価総額ですね。まあ、時価総額って、まあ、シャープをこう丸ごと買うにはいくらかってことなんですけど、まあ、今なら5,700億円ぐらいで買えるって感じですね。で、昔競い合っていたソニー、日立、パナソニックと、こう、だいぶこう、離されてしまったって感じですね。ソニーは7兆、7兆1000億円。だいぶ違いますよね。 で、今10年間くらいの時価総額の推移がこう下のグラフなんですけど、えー、まあ基本ずっと右肩下がりですね。でも2010年当時には4兆円超えていたんで、まあ今より何倍だろう ?6 倍ぐらい ?7 倍ぐらいか。7倍ぐらいの企業価値があったっていう会社です。で、一回、東証2部に、えー、まあ株式市場の話なんですけど、東証1部の会社だったんですが、東証2部に起こって、 で、また当初一部に戻ってきたっていう感じですね。次は業績の推移ですね。まず、あの、2011年、12年あたり、あのー、まあ、グラフのとこなんですけど、まあ、液晶パネル売れなくなって、4000億円、5000億円規模の、このオレンジのところの赤字が下にビョーンとこう出てる感じです。で、2013年にちょっと利益戻ってるんですけど、ここあの、アベノミクスが始まって、まあ、円安になって、ちょっと外部環境が良くなったのと、 中国のスマホの会社のシャオミというのがあるんですけど、そこにパネル供給で、はい、入れて、まあ、一見ちょっともう大丈夫かなみたいになったんですけど、2014年15年、ここでまた赤字が出てますね。まあ、これはあの、 ジャパンディスプレイっていう、まあ、ソニー、東芝、日立が連合して、まあ、パネル会社を作ったんですけど、そこに採用競争で負けて、また赤字が続いちゃって、いよいよ2016年ぐらいにまずいなってなって、買収されて、えー、そこからまあ経営者が変わったことによって、まあ、経営のスピード感がかなり上がったらしくて、あと本配の販路を使ったりして、利益体質に変わってきているっていう感じの現在っていう感じですね。 で、今期のシャープの予想は、営業利益が1000億円なんで、まあ去年が841億円の営業利益ですから、まあ、増益の予想っていう感じですね。次が3ヶ月ごとの業績推移ですね。まあさっきの1年間のやつを切り分けただけなんですけど、まあ、最近はずっと利益が出ているって感じですね。またやっぱ経営者が変わると、2016年後半から利益体質になってますんで、かなり変わってくるんだなっていうのがわかりますね。 で、まあ、直近こう利益ずっと安定して出てますんで、まあ、就活生とかもま、潰れるような会社ではないんでね、安心して入れるとは思いますけど、シャープに興味がある方はですね。次が今のシャープの売上利益を、まあ、どの事業で多く稼いでるかっていうのを表した表なんですけど、まず去年の売上全体が、シャープさんが2兆4000億円あって、営業利益が839億円ですね。で、事業の中で主力のところが、 スマートホームですね。えー、まあ、やってることは、まあ、家電なんで結構イメージつきやすいと思うんですけど、えー、家電系が売上高3割あって営業利益でだいたい6割近く稼いじゃってるっていう感じですね。で、えー、まあエアコンとか洗濯機とか、まあ、空気清浄機、えー、太陽電池携帯電話電卓とかその辺がこう入ってるっていう感じですね。で、次の事業がスマートビジネスソリューション。 こちら売上三3200億円なんで、だいたい1割ちょっとあって、営業利益が200億円で、まあ、26%稼いでるような事業ですね。で、ここは、えー、何やってるかっていうと、まあ、会社で使う系の製品が結構入ってるんですけど、まあ、プロジェクターとか、あとコピー機、あとポスシステム、あの、POS、ポスって、まあ、スーパーとかコンビニのレジ系周りの機械ですね、とかが入ってるっていう事業です。 次は IoT Electronics。ここはまだ利益があんま出てないですね。カメラ系のところなんですけど、8K 製品、え対応に力を入れてる感じで、あと CMOS センサーとかやってますね。CMOS センサーってソニーが強いんですけど、半導体で、光を電気信号に変える製品で、監視カメラとかスマホのカメラとか、 まあどんどん画像良くなってますよね。で、そこで、この CMOS センサー使うと、どんどん画像が良くなっていくみたいな製品ですね。まあ、今後、車でも使えますね。まあ、車もあのバックミラーとか、どんどんカメラ系になってますよね。で次にアドバンスディスプレイシステムですね。ここが、売り上げかなり多,多いですね。だいたい9,500億なんで、 40%ぐらい占めてまして、利益は270億円で3割っていう感じで、利益率はまだそんな高くないですね。で、ここが液晶テレビと、まあ、テレビ周りの機械とかの、えー、事業ですね。あと、ブルーレイとか、オーディオとか、その辺が入ってくるって感じです。まあ、売り上げはやっぱありますけど、やっぱ利益率悪いっすよね。まだですね。まだ復活してないって感じはしますけどね。 はい。次がシャープの19年3月末時点のバランスシート貸借対象表を図で表したやつです。で現金預金が2600億円ありまして、まあ、借金が6500億円なんで、まだ全然借金が多いですよね。で、純資産が3700億円あって、自己資本比率が19.9%なんで、まだまだこう財務健全性が高いっていう感じはないですね。だいたい当初一部の平均で4割5割。 自己資本比率40%、50%あるのが普通なんで、健全性は低いって感じですね。でも、まあ、営業利益、去年の段階で841億円出てて、まあ、今年のシャープさんの予想でも営業利益1000億円の予想な、なってるんで、RO はこうむちゃくちゃ高いって感じですね。はい、次がシャープの従業員数の推移ですね。 青いグラフがシャープグループ全体の従業員数、社員さんで、2018年に右肩上がりになっているんですけど、これがあの東芝のパソコン事業、ダイナブックブランドを買収したからですねで。オレンジのところがシャープの単体、えー、連結を外した単体の従業員数の推移なんですけど、ここはずっと、えー、下がってきてるって感じですね。 はい。次は、シャープの従業員さんが、まあ、どの事業に多く配属されてるかっていうところなんですけど、えー、アドバンスディスプレイシステムが1万8000人とやっぱ一番多いですね。で、次にスマートフォーム、家電系のところが多いと。なんで、まあ、入社された後は、おそらくこの、えー、液晶パネルとか、家電系、この辺に入ってくる、配属される可能性が高いのかなって感じがしますね。で、えー、給料なんですけど、えー、単体のところで1万2000人、 えー、従業員さんがいて、平均年齢が44歳。平均勤続年数22年なんで、ほぼ新卒から、えー、働いてるって感じですね。なんで、まあ、働きやすい感じはし、ししそうですけどね。で、平均年間給料は759万円っていう感じですね。次がシャープの大株主です。まあもちろん台湾の本廃と、まあ、フォックスコンってこれ2、3位でこう入ってるんですけど、まあ、これもあの本廃です。えー なんで、全体として24たす17たす12で、まあたい55%ぐらい、もう台湾系が持ってるって感じですね。そんな感じで企業分析系の動画上げてますんで、なんか上場企業でこの会社のことをちょっともうちょっと知りたいなみたいのあればコメント残してくれれば、調べようと思いますんで、よろしくお願いします。お疲れ様です。バイバイ。